トルを変えていると思います。ちょっと、まあ延長線上なんですけどね、 G1 トル、海外 G1 を取ることになっていくので、まあ延長線上なんですけど、まあタイトルについてはちょっとおいおい、その動画アップするときに考えますね。宝塚記念に向けたので、凱旋門とか出れないかな。で、6歳なのに乗りたいと。ハードルを上げないといけない。なので多分パート25かかりましたけど、下手したらそれよりも超えるかもしれない。超えないかもしれないし、ちょっとわかんないですけどね。600万ですよね。早熟になっちゃったか。早熟600万でスタミナなしだったらいらないかな。いらないや。でこっちが500万。あー、ちょっと低いな。すぐ終わるんだけどな。バンドすぐつけとくか。一応こっちも一応
歳の子に関しては、ま、だいぶハードルを高くして条件をつけて、ダメだったら引退かな。値段が低いんで国内 G1 も勝てないと思うんで、ついてないだろ、ついてるし恒例なのに受胎率がいいな。そうね、グランドさよなら500万、あ、スピードも入ってないのか、じゃあいらないや。
ながる輪が出てくれたらいいなと。次のパートに希望が持てるような、背後じゃないや、輪が出てくれればいいんだけどな。障害、ジャスミンさんお疲れ様です。ランニングフリーもいいんだけど、タップオンとダメダメ、ザーラジル出すか。
食用ダメか。これは使えないやつ。おっと1000万きた。しかも牝馬の方できた。体重が軽かったらいいな。スタミナがついてたらなおいいんですけど、ちょっと何とも言えないです。まあ牝馬なんでとりあえずスタミナじゃなくて、スピードついてたらいいや。つながるし、
ダメ。操縦かよ。ダメくさいな。ああ、操縦か。いや、スピードは入ってるだろうけど。
て、はい、下上からいくか、入らないと、入らない、分かんないと、入らないと、いやーちょっと終わり見せ場もないのかな。海鮮も行くんだこれで行ける気がしないですよ今のところ。当分かかるのかな。江戸紫はあれ、江戸紫、高額な品も買いたいな
ためのちょっと測っていたんですけど、79推定値、推定スピード値、ちょっとまだ分かんないんですけどね。成長タイプが普通か普通より遅いなのか、ちょっとそこの辺が分からないので、遅いってことはないな。普通より遅かったらスピード値が95までいっちゃうじゃん。そこまでではないな。79っていうスピード値が出たから、それだと思うんだけどな。はい、まあ、スタミナがあるんで頑張ってもらいます。今日は時間30分予定で行ってたんで、ちょっとオーバーしてしまったので、この辺で終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。